プラクシテレス、クニドスのアプロディーテーの紀元前1世紀の複製、ブラスキのアプロディーテニュー、ミュンヘン、グルプトテイク所像、アテナイのプラクシテレスは、大イケフィソドトスの子で、紀元前4世紀の最も有名なアッティカの彫刻家。プラクシテレスは初めて等身大の女性のヌード像を作った彫刻家である。間違いなくプラクシテレスの作だという彫刻は現存していないが、 多くの複製は残っている。またダイプリニウスなど、当時の著作家たちがプレクシテレスの作品リストを作っていて、さらに当時以降の彫像の様々なタイプのシルエットを彫刻したコインも存在する。プラクシテレスとその美しいモデルだったテスピアイの高級娼婦フ,フルュネの創造上の関係は、絵画、音楽、影絵といった様々な作品で憶測と解釈を生んでいる。 何人かの著作家は同じ名前の彫刻家が二人いて、一人はペーディアスと同世代の人物、もう一人はその孫で、孫の方が祖父より有名だったと主張していた。当時のギリシアでは、祖父の名前が孫の名前になることはよくあったが、このことについては確たる証拠は何もない。プラクシテレスの生きた年代はよくわかっていないが、アレクサンドロス三世の時代にはもう活躍しておらず。 大王もプラクシテレスを雇おうとしなかったのは確かなようである。ダイプリニウスによればプラクシテレスが最も華々しい活躍を見せたのは紀元前364年ということである。プラクシテレスが好んだ題材は人間もしくは異言ある神だった。神の場合はゼウス、ポセイドオーン、アテーナーといった古い神よりもアポローン、ヘルメース、アプロディーテといった 若い神に魅力を感じた。プラクシテレスとその流派が使用したのはほぼ全部が大理石だった。特にパロス島産の大理石を好んだ。ヘルメスが何で作られたかはどうでもよかったが、パロス産大理石以上にプラクシテレスの目的に合う大理石がなかったのである。プラクシテレスの彫刻のいくつかは、プラクシテレス本人の意向で画家のニキアスが再色し、その処理により大きな利益を得た。 プラクシテレス作と言われる、幼いリオニューソスを抱くヘルメス。オリンピア考古学博物館所蔵、ブリタニカ百科事典第11版には、こんなことが書かれている。我々のプラクシテレスの知識に素晴らしい追加情報が得られ、ようやくのこと、満足いく基礎ができた。1877年、オリンピアで、プラクシテレスの手になる彫刻、幼いリオニューソスを抱くヘルメスが発見されたのである。 この彫刻は世界で最も有名なものとなったしかし、その後は賞賛ばかりではなくなる。例えば彫刻家、アリスティド・マイオールは、ポンピエだ。ゾッとする。マルセイユさんの石鹸で作った彫刻だと非難した。1948年、カール・ブルーメルは、プラクシテレスのヘルメスという学術論文を出版し、ローマ時代に作られた複製だという以前の意見を撤回し、 4世紀のものでもヘレニズム期の彫刻家、ペルガモンの若いプラクシテレスのものでもないことも分かったと書いた。この彫刻が見つかった遺跡はパウサニアスが2世紀後半に問題の彫刻を見た場所だった。そこに記述されたヘルメスはディオニューソスを養育を委ねた乳兵たちのところに運んでいる姿であった。失われた上に掲げた右手は 子供の欲望を刺激するカズフサのブドウを子供に与えようとしていると考えるとテーマにぴったりハマる。1882年、シー・バルドスタインはヘルメスの視線が子供の向こうを見ていることに注目し、外見の印は内面で夢見ていることは明らかだと述べた。なお、この彫刻は現在、オリンピア考古学博物館に展示されている。この彫刻は、 ローマの彫刻家による複製だという反対意見がなされた。この作品がローマ人がギリシア文化、美術の多くを借用していた時代のものである。可能性は確かにある。メアリー・ウォレスはサンダルの形から作られた時期は2世紀で場所はペルガモンだと指摘している。他にも未完成の背中、布の日だ、巻き毛を作る技術から この彫刻の出自を突き止めようとする研究者たちは、いたが、どれも決定だとならないのは、ローマの彫刻にも、ギリシアの彫刻にも、例外というものがあるからである。ルーブル美術館にある、アポロ・サウロックとノス。幼いディオニューソスを抱くヘルメス同様に、落ち着きのある気品と名乗しがたい魅力を持つ、世界中の美術館にある彫刻が、プラクシテレスの複製であることは、はっきりしている。 その中で、おそらく最も有名なものが、アポロサウロクトノスである。一人の若者が木に寄りかかって、ぼんやりと矢でトカゲを刺そうとしている。2004年6月22日、クリーブランド美術館は、プラクシテレスのほぼ完璧な唯一のオリジナル作品と、信じられるアポロサウロクトノスの古代のブロンズ像を獲得したと、発表した。ただし、制作年代と作者の調査は、 今後も継続すると美術館が付け加えた。この作品はパリのルーブル美術館でも用された2007プラクシテレス展で公開されるはずだったが出自と法的所有権に議論の余地があるというギリシャの圧力でフランスは展示を取りやめた。木によりかかったもう一つのアポロ像ルキアンアポロは一般にプラクシテレスの作品と考えられている。支えの上で休む神が 右手で頭のてっぺんを触っていて、その髪の毛は典型的な子供の借り方で頭の上で寄り合わせている。ルキアノと呼ばれるが、ルキア人とは関係なく、その失われた作品をアテナイのギムナシオンの一つ、リュケイオンで見たと叙述したルキアノスに由来する、ローマのカンピドリオにあるサチュロスも普通、プラクシテレスのものの複製と見られてきたが、作品リストの中に、 サチュロスの名前はなく、スタイルも硬い種をとっている。ルーブル美術館にある胸像の複製の方がむしろ優れていて、こちらは作品のポーズ、特徴ともプラクシテレスの流派のものである。アルカディアのマンティネアの出土品の中に、プラクシテレスの冷凍、アポローンとアルテミスの器具が偶然見つかった。この器具はプラクシテレス本人が作ったものではないが、 助手の誰かが作ったものであることは、間違いない。とはいえ、立派な出来で、歴史的価値も高い。パウサニアスは、ギリシア案内機の中でこう語っている。彫像を支える器具の上には、ムーサイとアウロスを含むマルシュアスの彫像があった。現存している三つの聖板には、アポローン、マルシュアス、奴隷、そして六人のムーサイが描かれている。しかし、 これらのセイタを支えていたセイタは失われている。イギリスのウェストサセックス州、ペトワースハウスの赤い部屋にある、レコンフィールドヘッドは、クニドスのアプロディーテイタイプの頭部で、ルーブル美術館の2007店に出品された。アドルフ・フルトベングラーは、そのスタイルと本来備わっているクオリティを根拠に、プラクシテレス本人の作品であると主張した。ペトワースハウスのギリシア古美術品の中心である。 レコンフィールドヘッドはおそらくローマのギャビン・ハミルトンから1755年に購入されたものであろう。大英博物館にあるアバディーンヘッドはヘルメスか若きヘラクレスのどちらかだとされるがオリンピアの幼いリオニューソスを抱くヘルメスとの著しい類似からプラクシテレスと関係づけられている。詳細はクニドスのアプロディーテを参照一方バチカン美術館にある クニドスのアプロディーテイは、プラクシテレスが、クニドスの人々のために作った彫刻の複製である。ダイプリニウスが伝えるところでは、オリジナルのクニドスのアプロディーテイは、ビチュニア王に米でス一世が、クニドスの莫大な借金全額を免除してやるから、売ってほしいと言ったのを、クニドスの人々が拒んだほど高い価値を持つものだった。クニドスのアプロディーテイは、 プラクシテレスの最も有名な彫刻で、実物大の女性のヌード像は、これが最初のものだった。ウットルウィウスは、マウソロスレービーの彫刻家の中に、プラクシテレスの名を挙げている。また、ストラボンは、エフェソスのアルテミス神殿のすべての彫刻装飾は、プラクシテレスが手掛けたと述べている。しかし、これらの意見は広く疑問視されている。古代の著述家の記述から、 それ以外にもプラクシテレスに関係している作品がある。ローマ時代のたくさんの複製の中には、ヘルメス像、ディオニューソス像、アプロディーテ像、サチュロスとニュンペイ像などがあり、プラクシテレスのスタイルの変化に富んだ表現が識別できるかもしれない。確実にそうだと証明はできないが、オリジナルのプラクシテレスのものにあったと思われる。 もし中央部を上から下に線を引いたら、とてもしなやかな線が像を分ける。それらはすべてもたれかかったような傾向がある。横から見るより、正面か、後ろから見るのにより適している。木や布のひだなどが、大理石像の支えに使われ、しかも無関係なものでなく全体のデザインの中に、はまっている。顔は3、4のアングルで描かれている。ありがとうございます。